異界の神社。夏の時期に自分が体験した不思議で気味の悪い話。21歳の時だから3年前の夏。確か8月の2週目だった。上京して大学に通っていた俺は夏休みを利用して実家に里帰りをしていた。地元はど田舎で、田んぼばかりが広がる、コンビニすら満足にない場所。何日か経って、近所を散歩していたら、幼馴染に偶然会ったんで、暇だったし、二人で飲みに行ったんだ。家から自転車で30分くらいかかる川沿いに、小さな飲み屋がポツンと一軒ある。そこに二人乗りで行って、帰りは飲酒しているため、自転車を押しながら歩いて帰っていた。帰り際、田んぼの脇の舗装されていない砂利道を歩いていると、幼馴染が、水神様によろうと言い出した。水神様というのは、まあその通りなんだけど、水神を祀っている小さな神社があるんだ。田園のど真ん中にポツンと一角だけ森のようになっていて、入り口に古い鳥居がある。実はこの水神社が少し特殊で、禁忌というほどではないけど、子供の頃は遊びには行ってはいけないとされていた場所。小学生の頃は正直に言いつけを守って近づかないようにしていたんだけど、中学校に上がると、いたずら心で友達と侵入したことがあった。広さは、学校にある25メートルのプールと大体同じくらいだと思う。入り口には、大きな木でできた鳥居があり、剥がれてまばらになっている石畳が、祠まで続いている。それ以外は、空も見えないほど、うっそうとした木々に覆われている。大人も滅多に入らないから、手入れも全くされていない。だから中心の祠にまで行くのに、枝や草を払いのけながら行くしかないんだ。石畳も雑草をかき分けないとよく見えないレベル。何回か入ってみたものの、特に何もなかった。強いて言えば、祠の裏手の森と田んぼの境界にある用水路が異様に綺麗だったくらい。湧き水が湧いていて、そこだけ綺麗な水が流れていたんだ。だからなのか、ホタルの季節になると、たくさんのホタルを見ることができる。そんな場所で、街灯も何もない夜だったし、正直気味が悪いからあまり行きたくはなかった。でも、幼馴染が、一回も行ったことがないから行ってみたいと強く言ってきたので、仕方がなく神社に向かうことにした。携帯の明かりを頼りに鳥居をくぐってから、近くにあった枝で草をかき分けてゆっくり進んでいった。2、3分で祠までたどり着いても、何の感動もなく、もう帰ろうと言っても、幼馴染は奥までずんずん進んでいき、例の綺麗な湧き水を見たい、そう言い出した。仕方がなくついていって、木々を抜けた瞬間、ものすごい違和感を感じたんだ。まず空が濃い紫、というか、これまでに見たことのない濁った色をしている。さっきまでは夜で月もない真っ暗な空だったのに。そして台風の時のように雲が異常なスピードで流れている。風景も何か違う。基盤整備で碁盤の目状に田んぼがあるはずなのに、
統一感のない田んぼになっている。昔のぐねぐねと曲がった、懐かしいような、そんな田んぼ。それに、どこからともなく、ボワーン、ボワーンという、ドラを叩くような音と、遠くの方で、カン、カン、カンという音がずっと鳴っている。ここにいてはいけないと思った俺は、幼馴染にすぐ帰ろうと言ったんだが、その不思議な風景に見とれてしまって動かない。すると、祠の方から誰かが近づいてくる音がしたんだ。ガサガサと音を立てて、こちらに向かってくるのを固唾を飲んで待っていると、神主さんのような格好をしためちゃくちゃ小さなおじいさんだった。多分身長は150センチもない。普段見る神主さんと似たような服装なんだけど、袖の一部がオレンジだったり、襟が緑だったりと妙にカラフルだった。そのおじいさんは、俺たちを一目見ると、こっちに来い、と、地元の訛り言葉で叫ぶ。その時は勝手に入ったから、ああ、怒られるんだな、くらいに思っていた。祠の前まで来ると、さっきまで生い茂っていた草が全くなくて、綺麗になっているのに驚いた。そんな一瞬で綺麗になるはずがないのに、不思議がっているとおじいさんが話し始めた。鉛をそのまま書き起こすと、若え奴ら、どっから来ただ。こんできば、水神様に来ちゃいかんでねが。せば、どこんせがれだ。年寄りに、どこの人間だと聞かれたら、屋号で答えた方がすぐ分かってもらえるような田舎なんで、〇〇です、と答えた。すると、そんじゃ、川の向こうんとこのか。だけこったらとこば来ちゃいかん。若えものが来る場所ではねえで。すいません。でもさっきまでここ、草がボーボーだったんですけど、飼ったんですか?と聞くと。おめえら、本当に何も知らねえで、こったらとこ来ちゃいかんで。誰にも言うちゃいかんぞ。誰にも言うちゃいかん。このあたりで、本格的に気味が悪くなってきて、幼馴染ももう泣きそうだったんで帰ろうと思っていた。いいか、誰にも言うちゃいかんぞ。できるな。せば本当にここば場所、どったら言う場所か聞いてねえのか。家族や近所の人、小学校の先生たちからは行くなと言われていたと答えると、どんな場所か知らんでか?何の場所か知らんでか?もう帰れ。せば、こん場所の言葉、絶対に誰にも言うちゃいかんぞ。もう絶対来ちゃいかん。祭りの時もいかん。ちょっとここで引っかかったんだけど、この水神社では、祭りなんてない。親父が小さい頃にはあったらしいけど、いつからかその祭りはやらなくなっている。そのことを言うと、おじいさんはものすごく驚いて、声にならないといった顔をしていた。神主さんのおじいさんは少し考え込んだ後、お経のようなものを唱え始め、
もう二度と、ここには来ちゃいかん。と言った瞬間、神社の鳥居の前に移動していた。景色も、帰っていた時と同じで真っ暗。何だったんだ今のは、と、幼馴染と一緒に、怖くなって家に帰った。親に言おうかと思ったんだけど、絶対に言うなと言われていたので黙っておいた。それから3年後の今年の3月、地震があって実家が心配になったんで、無理をしてバイクで実家まで帰った。家族も近所の人たちもみんな無事だった。でも電気水道が止まっていたんで、近くの川まで水を汲みに行ったんだ。すると、幼馴染も来ていて、話をしていると、例の神社の話になった。神社の裏の水路の水、綺麗だったね、というような話をしていたら、近くにいた近所のおじいさんに、お前ら、水神様に行ったのか、と怒られてしまった。ずいぶん前に、少し言っただけです、と答えると。子供はあそこには行っちゃいかんぞ。神隠しに遭うぞ。昔からあの水神様では子供がいなくなっちまって、カッパが悪さをしてるっていう噂があるんだ。もう五人も消え失せてな。今じゃ誰も近寄らん。おじいさんの話を聞いて、正直怖くなった。もしも俺たちが子供だったらと。五年に一度、水神様の除草作業をするだろ。あれもわしら年寄り連中がやってんだ。だから行っちゃいかんのよ。地元には、子供を襲うというカッパの伝説がある。もしかしたら、あの水神様を祀っている小さな神社が、その伝説の元になっているのではないかと、そう思ってしまう。さびれた神社。20年ほど前、当時俺は大学生で、夏休みに車で田舎の実家に帰省していた時だった。その時はいつも使ってる道とは別の道を通っていった。見渡す限りの山や田んぼに囲まれた、いかにも田舎って感じの道をしばらく運転していた時、少し先の山の入り口みたいなところに赤い鳥居が立っているのを見かけた。とても寂れた雰囲気が良かったので、車を止めてぶらりと立ち寄ってみることに。鳥居をくぐると勾配のきつい石段があって山の上の方まで続いていた。人気は全くなくて、周りは木々に囲まれ薄暗くて、石段にはびっしりと苔が生えて、足元に気をつけながら登っていった。階段を登りきると、すぐ目の前に小さな社があった。もう何十年も人の手が入っていなかったんだろうか。その社はひどく朽ち果てていた。せっかくなので、手を合わせて参拝した後、石段を降りて実家に帰った。その時は特に何も起きなかった。だがその日から、変な夢を見るようになった。夢の中で俺は例の神社に行って、鳥居をくぐって石段を上がって、社の前で参拝して石段を降りる、という、全くあの時と同じ行動をとっていた。
そして三日三晩、その同じ夢を見た。さすがに薄気味悪くなったけど、まあ四日目以降は夢を見ることはなくなったんで、気にはなっていたのだが、その後は特に何事もなく過ごした。それから10年以上経って、結婚もして、子供はいなかったけど、それなりに幸せな日々を過ごしていた。あの神社も不可解な夢のことももうすっかり忘れていた。ある年のお盆、嫁と実家に帰ることになった。途中で近道をしようと思って、知らない山道を進んでいったせいで、道に迷ってしまった。途方に暮れていると、おばあさんが道端を歩いていたんで、道を尋ねてみると、ニコニコしながら丁寧に教えてくれた。おばあさんにお礼を言って、教えてもらった道をしばらく運転していくと、見覚えのある道に出た。安心よりも、すごく嫌な気持ちになった。なぜならその道は、例の神社がある道だったからだ。しかし、戻るわけにもいかないので、そのまま進むことにした。赤い鳥居が見えてきた。俺は気にせず通り過ぎようとしたが、赤い鳥居の前に誰かがいる。見てはいけないと思いながら見ると、さっきのおばあさんだった。おばあさんは、ニコニコとこちらをじっと見てる。俺は怖くなって、車でスピードを上げて、すぐにその場所から去った。しばらくすると、いつも通っている道に出て、少しほっとしたところで、ふと助手席の嫁を見ると、嫁の顔が蒼白になってた。あれを見たのか、と、口には出さず心の中で思いながら、どうしたんだと聞いてみると何かおかしい。嫁が言うには、確かに鳥居の前に人がいるのを見たのだが、俺が見たようなおばあさんではなくて、嫁が高校時代に自殺した同級生の女だったというのだ。自殺の原因はいじめらしく、嫁は直接はいじめには加担はしていなかったが、見て見ぬふりをしたとのこと。俺は嫁に気のせいだから大丈夫だよと諭しながら、あのおばあさんが俺たちをあの神社に誘ったんだろうか、などと、そんなことを考えながら運転を続けた。俺はあの神社のこと、俺が見たのがおばあさんだったことなどは嫁には黙っていた。とにかくすごく怖かった。その日から、嫁が夢を見るようになった。内容を聞くと、例の神社に行って、石段を上がると社があって、実際に神社に行ったわけでもないのに、俺がかつて見た夢と同じだった。ただし、大きく二つ異なる点があった。一つは、参拝して帰ろうと振り向くと、目の前に例の自殺をした女が現れて、そこで目が覚めることと、もう一つは、もう数十日経っているのに、まだ同じ夢を見続けていること。嫁は元気もどんどんなくなって、病院に連れて行くと、鬱だと診断された。ほとんど寝られていないせいか、目もうつろになっている場合がほとんどだった。俺があの神社に立ち寄って参拝してから十数年。俺はようやく理解した。俺はずっとたたられていたのだ。
今思えば、あの道は絶対に通るはずがない道だった。なのになぜか通ってしまった。何かに呼び寄せられたのだろうか。とにかく、嫁には本当に申し訳ないことをしたと思っている。さらに数年が経った今でも、かつての幸せな日々は戻ってこない。嫁が自殺をしないか、常に気を配っている毎日だ。お稲荷さん。10年ほど前、父親の田舎に行きました。N 県の山中です。夜はいとこたちとお約束で怖い話になって。そろそろネタも尽きてきたいとこのお兄ちゃんに、私がもっともっととせがむと。実は、お隣の奥さんの話なんだけど、と話そうとしました。その途端、そのいとこの妹が、お兄ちゃん、その話はやめな、と怒るのです。こうなったら聞かないわけにはいきません。しぶしぶ話してくれた内容はこんな感じ。この家の近くの山の中に、忘れ去られてしまったように、なぜかお地蔵さんのようなお稲荷さんが一匹ありました。そのお稲荷さんに一番近くに家のあった隣の家の奥さんが暇を見ては掃除をしたり、こまめに世話をしていたそうです。そのうち情が移ったのか、一匹ではかわいそうだと言い出し、ふもとの町の大きな稲荷神社に引き取ってもらうことになりました。ところが、同じ狐にも階級というものがあるらしく、そのお稲荷さんは、ふもとの稲荷神社よりも階級が低いから、そんな理由で、元にあった場所に戻されてきました。それを奥さんは、かわいそうだ、寂しいだろうに、と不憫がって、より一層お世話をしました。その頃からです。奥さんがおかしくなり始めたのは、油揚げを尋常じゃないほど買い込んだり、一日中、そこに入り浸ったりしていました。さすがにおかしいと思ったご主人が病院に連れて行ったんですけど、特に異常はなし。その帰りに奥さんはふらりといなくなってしまい、次の日、山の中の景色のいいところでぼんやり座っているのが見つかりました。わけのわからないことをブツブツ言いながら。で、今度はお坊さんを呼ぶことにしました。そのことを奥さんに伝えると、奥さんはまたいなくなってしまいました。今度は近所のみんなで探しても、警察に行っても見つかりませんでした。ご主人は、わらをもつかむ思いで、霊媒師の人に相談をしたところ、奥さんは家の半径5キロ以内にいます。でも、何か、ぴょんぴょん飛ぶものに連れて行かれています。おそらく動物ではないかと、そう言われたとのこと。霊媒師の人には、お稲荷さんのことを言っていなかったのに、最近ではご主人の方も少しおかしくなってきて、お稲荷さんのお世話をし始めたそうです。うちのおばあちゃんが声をかけても、うちのやつは、狐さんが守ってくれているから、と、遠い目で言ったそうです。その後どうなったかは知りませんが、お坊さんが来ている今朝は、狐や狸よけの意味もあるそうですね。あと、むやみやたらに、お稲荷さんを拝んでしまうと、
ついてくるそうですよ。神社の階段。あれはそう、今日のように曇り空の初夏のことでした。私はいつものように夜のジョギングに出かけました。外は曇天によって月が遮られ、ただ街にあるお店や街灯の明かりだけが辺りを照らす。少し外れの方に向かうと、そこはもう暗闇に包まれるようなそんな天気。あたりの空気は暖かく、湿度を帯びていて、かといって熱帯夜のように息苦しいくらい暑いわけでもなく、生暖かいという表現がぴったりとはまる。正直なところ、こんな日くらいはジョギングを休んでもいいだろうということは考えました。当時私が走っていたジョギングコースは、30分ほどかけて町の外れにある神社に行って、神社の階段を登り、そこで月を眺めながら呼吸を整え、また30分の道のりを変える。それをコースにしていたのですが、その日はあいにくの曇り空。神社の境内から眺める月が好きだった私としては、あまり行く意欲は湧かなかったんですけど、かといってここで走るのをやめたら負けかなと思って、少し迷った末、やはり走ることを決めたのでした。神社に向かう道中、だいたい20分ほどの道のりを走ると、ほとんど街の明かりは見えなくなってきます。あるのは点々と立てられた街灯の明かりだけが続いて、星も月も雲に隠されて真っ暗なこの気候では、このままどこまでも道が続いているような真っ暗闇の中、永遠に道を走り続けなければいけないような、そんな錯覚に襲われます。時々後ろを振り返れば街の明かり、それを確認しながら走ることで、暗闇にかき立てられる妄想を打ち消し、目標の神社を目指して走りました。神社へ向かう道のり、不毛な妄想に少し怖い思いはしたものの、神社の階段までは無事に到着したのです。ですが、問題はそこからでした。その日、何度も言うように、曇天で、月や星の明かりはなくて、また、神社の階段と、その上には街灯など、明かりになるものがないため、階段下にある街灯から先は、真っ暗な闇しかありません。ただ単純に、暗闇に入っていくのは怖い、ということもありましたが、それ以上に暗闇に誰か潜んでいたりして襲われてしまってはたまりません。というのも、やはり暗闇に入りたくないということを自分に納得させるための言い訳だったのかもしれませんけど。そこで、いつもなら神社の上まで走って上がっているところを、その日は上がらずに帰ろうと思ったんです。そのまま走る方向を町の方に変えて走り始めました。少なくとも私はそう思っていました。階段の一段目につまずくまでは、確かに自分は町の方に向かって走り始めたはずなのに、気がつくと階段に向かって走っていたんです。普通だったら絶対にありえないと思うのですが、
実際に自分で町に向かおうとしていたのに、私は怖くなって急いでその場を後にしようと走り出しました。急いで走り出した私の足元はまた何かにつまずきました。今度はほどけた靴紐が原因でした。おそらくほどけた靴紐を自分で踏んでしまったのでしょう。ただそこでしゃがみ込んで靴紐を直すのは怖かったので、靴紐はほどけたままにして走り去ろうとしました。再び走り始めようとした私の耳元に生暖かい風が吹きます。その風の音の中に、また来てね、そんな言葉が混じっていたのは私の気のせいでしょうか。私はそれ以来走るコースを全く別のものにしました。3年経った今でもあまりその神社には近づきません。皆さんも夜の暗闇、そして神社周辺にはお気をつけください。相反する神社。27歳の時、妹と共に上京してた頃の話だ。当時働いていた会社の近くに隣接するように二つ神社があった。両方とも駅前にある。一方は K 神社、もう一方は Y 神社。有名な神社で、受験シーズンは Y 神社はテレビに出ることもある。この神社は学問の神様として有名なのだが、非常にやばい。それが神社周辺だけのことなのか、神社自身なのかは、中に入って確認をしていないから定かではないけど、様子を見るにも、昼間でも入りたくはなかった。会社も駅から徒歩5分ほどの場所にあったのだが、駅からの道が2つある。K 神社ルートと Y 神社の敷地を一部通るルート。この Y 神社ルートの方が断然早く会社に入れる。駅から約2分だ。朝の時間は貴重だ。特に私は喫煙者で、会社に行って早いうちからぼんやりとタバコを吸うのに時間が大いに越したことはない。 Y 神社ルートに気がつく前は K 神社のルートだったのだが、時間短縮だし、それも朝だ、大丈夫だろうとこの Y 神社ルートを毎日使うようになっていた。 Y 神社の前を通ると何か腐ったような匂いがしていたのは気になった。臭いなぁと思いながらも毎朝、そして帰りも通ってた。2ヶ月ほど過ぎたある日、会社から帰ってぐったりと部屋で横になり、うとうとしていたら夢を見た。古い古い大きな座敷がある屋敷の一部屋で、私を含めて数人の男がいた。私は大きな姿見の前で遊女らしき女をうつ伏せにして抑え込んでいる。女は髪が振り乱れ、着物も乱れてあられもない姿だ。私は何も思うことはなく、女の髪をわしづかみにして力任せに引っ張り、首をのけぞらせている。白い白い綺麗な首があらわになる。
その首に他の男が鋭い刃物を埋めてゆく。髪を引っ張り、のけぞらせているから、傷口がくの字で広がっていく。そこで、夢の中で私の意識が目覚める。けど行動はそのまま。うわ、嫌だな。そんなことを思っていたら、女の首を切り終えた刃が、私の足のふくらはぎに食い込んだ。そこで私が、着物を着た男であることを知る。男の意識と私の意識が重なる。男は、仲間が誤って自分に怪我をさせた。治療をされて当たり前だと思う。私は事情がわからずにパニックになる。怪我をした男が顔を上げて仲間を見ると、仲間の男は笑っている。三人いたと思う。三人とも手に、惨殺目的のために作られたとしか思えないような、ひどい凶器を持っていた。そして私を見て、ニヤニヤと笑って迫ってくる。ダメだ。やばい。逃げなくては。男の意識は訳が分かっていないようだった。私は完全にロックオンされた。と思った。無理やり覚醒しようともがいた。同時に、ひどく金縛りになっている。迫ってきた男たちが持っていた凶器が、生きたまま頭を潰すためのものだ、と思いながら、無理やり何もかも振り払って目を開けた。夢から覚めて目を開けて、体も起こしたけれど、視界が夢の片鱗を残している。体から力が抜けて、すぐにでも気絶しそうだった。気合と根性で、肉体の感覚を現実に引き戻そうとして、私は、カバンの中の携帯電話を取り出した。その間も、ざわざわと、聞こえない気配と音が、私を飲み込もうとしているように感じた。実際、ガックガック、ガックガックと、無理やり金縛りを解いた影響か、全身が痙攣のように震えて止まらなかった。でもそこで怯えて縮こまったら、事態は悪化すると思い、本能的な危機感から動いていた。携帯を開いて、霊感がある友達の番号を引っ張り出す。その間も、視界は何度も見えなくなる。なんとか電話をかけることができて、コール音を聞きながら、頼むから出てくれ、と祈った。少し待って、友達が出た。うわ。どうしたん？ごめん。ちょっと怖い夢、見て。未だに痙攣のような震えも収まらず、ろれつもうまく回らない。声は震えてもいた。大丈夫？ちゃんと話聞くからさ、落ち着いて。大丈夫？友達の声に安心して、張り詰めていたものが溶けて、私は声を上げて泣いた。泣きながら、自分の意識を必死に保とうと、何かをいろいろと話していた。友達はそれを聞いてくれた。落ち着いてから、ちゃんと話そう、そう思ったとき、
さっき見た恐ろしい夢の前に、もう一つ奇妙な夢を見ていたことを思い出した。夢の中で私は葬儀屋で、顧客の家を訪問するという夢だった。夢の中で訪ねた家で、髪の長い女が私を出迎えて、家の中に招かれるのだが、一歩玄関に入った途端、なんだかやばい気がして、入ってはいけない気がして、女に適当な言い訳をして出ることにした。大事な書類を車に置きっぱなしにしてきてしまいました。すみません。すぐ取ってくるのでお待ちくださいね。本当に間抜けですいません。苦笑しながら、和やかな雰囲気で話を持っていったのだが、一歩玄関に踏み入れた足を外に向けたとき、手遅れだったと気がつく。両足には、先ほどまで私が対応していた女の長い髪の毛と首が巻きついていた。それを思い出したとき、夢の遊女とその女が同一だと感じた。とにかく逃げなくては。玄関から出たら生首も髪の毛も消えていた。マンションだった。二階の。そのマンションからは降りる階段が消えていた。なんとか逃げなくては、と廊下から見える外に目を凝らしたら、こちらに背を向けて何か作業をしている男がいた。恰幅のいい男だった。黙々と何かをしているが、何をしているのかがわからない。その男に声をかけて、場の流れを変えようと思ったのだが、いざ口を開けて声を出そうとすると、気づかれてはいけない、という意識が起きた。意味は不明だけど、気がつかれたら危険だと感じて。そうしたら、男が黙々としている作業が、何やらまがまがしく思えて、逃げ場を失い、どうしたものかと思案したとき、ストンと、あの屋敷の夢に入った。友達にその話をすべてした。友達が、いつになく静かな声で、普通の夢やないよね、とつぶやいた。ごめんな、こんな話して。いや、いいねんけどな。この電話取った時にな、なんかが突然首に巻きついたと思ったんよ。あんたな、その女の身代わりにされかけてん。友達が話し始めた。なんか霊団のような悪霊の巣のようなそんな空間があって、そこのものに目をつけられたというのだ。目をつけたのは延々とその空間で残忍に殺されるばかりを繰り返している女で、私を身代わりにと目をつけたというのだ。そして、身代わりにしようとして、夢で引っ張り込んだら、他の者にも気づかれて標的にされていると。どこでこんなもん拾ってきたん？もうなんか、人の形してないやん。何これ？心当たりは一つしかない。Y 神社だ。友達は Y 神社の話を聞いて、すっごい臭いな、とつぶやいた。イチョウの木があるのかなとか思ってるんやけど。いや、これ、
死体の腐った匂いやろ。友達は断言した。多分あんた、そこで目つけられたな。なんでやばいって分かってて、そこの道通るんさ。朝やから、構わんと思って。気ぃつけや、しつこいで。面白くて楽しくて、殺しをするような連中やで。震えは収まったけれど、気配はまだ近くにあるのは分かった。笑いながら、私の怯える様子を見ている。笑い声も聞こえるし、ほんまに気ぃつけや。心霊現象として終わるとは限らないと、ひしひしと感じた。例えば、今から一人で夜道を歩けば、通り魔に会う、殺される。そう感じていた。精神的に囚われていたんだと思う。タバコを吸うにも、室内禁煙で、ベランダがない部屋なので、携帯灰皿を持って、外玄関で吸っていたんだけど、外に出るのが怖くて怖くて仕方がなかった。帰宅後、禁煙が数日続いた。外という世界に触れたとき、連中のゲームが始まりそうで。殺される。本気でそう思った。でも、社会人。そんな理由で休むわけにはいかない。稼がなければ生活ができない。翌朝、怯えながらも出社した。仕事をしていると、いつものペースが戻ってくる。昼休みに、一人で慶神社にお参りをした。時々お参りをしては、応援してください。ってお願いしていた。その日はこんなことがありました。怖いことが起きませんように、負けませんようにとお願いしていた。ちょっと泣きながら。もう Y 神社ルートは通らないようにして、 K 神社ルートで大回りして行き帰りを歩いた。そんな折に会社の上司と世間話をしていたとき、部長の話を聞いた。部長はかなり霊感が強いらしく、その上司はたまにその話を聞かされているようで。隣の Y 神社さ、やばいって言うんだよね。君、そういうのわかる？ああ。はい、マジやばいので、参拝はおすすめしません。敷地に入るなんてのもおすすめしません。慶神社はおすすめです。とてもいい神社です。なんて話した。その上司は本当にいい人で、心霊検討は信じていないけど、否定まではせず話をちゃんと聞くという人だった。もう年末近くなって、会社を出る時間には日は暮れていたけど、慶神社のルートを通ったら全く怖くなかった。とても空気が澄んでいて気持ちがいいくらいだった。できるだけ Y 神社から意識をそらして、昼休みには慶神社に通っていたら、救いの神がやってきた。私があの日電話した友達から連絡があって、私が地元に帰れるようにと再配してくれたというのだ。当時家庭の事情でちょっとあったんで、友達のお母さんに友達が私の話をしたらしく、友達よりも霊感の強いおばさんは、
あの子、このまま東京におったら、死ぬね。と言ったらしい。もうほぼ強引に、私が自分の意志で戻れるようにと動いてもらって、私の東京生活は終わることになった。話を聞いた一週間後には、私は新幹線に乗っていた。新幹線の中で、京都に入った時に、空気が変わったのが分かった。そこで初めて、東は私には合わなかったのか、と感じた。Y 神社の連中も、京都に差し掛かった途端、気配がなくなった。体から緊張が消えていった。地元に帰ってきて、友達の家にお邪魔し、散々言われた。このままやったら、死んでしまうからって、もう急いだよ。と、おばさん笑いながら。死ぬって、どういうことですか？まあ、大病するか、自殺かな。友達はあっさりと言ってくれた。今振り返ってみたら、不安な気持ちが現象を増美させて、より恐ろしく感じていたんだろうし、隙も大きかったのだろうと思う。けれど、Y 神社はやばい。シャレにはならない。という思いは、今でもある。真っ白のっぽ。俺が毎日通勤に使っている道がある。田舎だから交通量は大したことはないし、歩行者なんて一人もいない。でも道幅だけは無駄に広いという田舎にありがちなバイパス。高校時代から27歳になる現在まで、毎日と言っていいほど使っていた道だから、その日も特に何も考えずに車で通勤。この時は何事もなかった。問題は帰り道。その日は急な仕事で少し帰りが遅くなった。街灯もろくになく、時間も時間なので、車もほとんど走っていない。もちろん歩行者なんて一人もいないと思っていたら、一人の背の高い人が横断歩道の手前で立ち止まっていた。こんな時間にこんな暗い道を散歩かな、物好きだな。なんて考えながら、俺は車内で信号が青になるのを待っていた。だが、よく考えてみるとおかしい。俺が自動車用の信号に引っかかって止まっているんだから、歩行者信号は青のはず。なぜ渡らないんだろうか。暗いので目を凝らしてその人を見ると、全身真っ白。白い服を着ているとかそういうことではなくて、ただひたすら白い。次の瞬間、俺はゾッとした。こいつ、両腕がない。しかも身長が高いとか、そういう次元ではない。細長すぎる。後から思い出すと、頭まで真っ白で、のっぺらぼう状態だった気がする。不気味で仕方がない。信号が青になった瞬間、俺はアクセルをベタ踏みして、急発進。あんなものを見たのは初めてだったんで、一刻も早くその場を離れたかった。サイドミラーに映る白いやつがどんどん小さくなっていく。ベタな怪談話のように追いかけてくるような気配はない。
俺はほっとしたが、体の震えが止まらない。何か温かいものでも買おう、そう思って、バイパスの近くにあるコンビニで車を止めた。車から降りると、すぐ近くのバス停にあいつがいた。こちらを見ているのかどうかはさっぱりわからないが、コンビニの光のせいで、先ほどよりも鮮明に奴の姿が見えた。やはり、両腕がない。そして上半身だけ、左右にゆらゆらと揺れている。やばい。直感的にそう思った俺は、降りたばかりの車に飛び乗って、家まで直帰した。自宅に逃げるように駆け込むと、今に母が座っていた。母が振り向いて、俺にこう言った。あんたどうしたの？鼻血が出てるじゃない。鼻血なんか滅多に出ない。これがあいつのせいだったのか、恐怖のあまり鼻血が出たのか、それとも、ただの偶然かはわからない。しかしいずれにしても、あの道は二度と使わない。よく考えると、あいつを最初に見た交差点の少し奥には階段があって、その先には草が生い茂って、全く手入れをされていない神社がある。あいつは、あの神社関係の何かだったのかもしれない。幽霊神社。俺のオカルト好きを知ってか知らずか、あまり仲良くもない友人の A が話しかけてきた。仲良くないどころか、実は俺、そいつの彼女を横取りしていたから、かなり気まずい。A 自身にはバレてはいない。俺さ、丸抜神社で、幽霊を2回見たんだよ。お前近所だよな。夜中の1時には、絶対に行かない方がいいぞ。怖がりのやつだったら、それを聞いてしまうと、昼間も避けるんだろうけど、俺はというと、もう行きたくて行きたくて、うずうずしていた。そこは山に囲まれたような神社で、入っていくには、四五十段の階段を登らなければいけないのだが、俺は林の中を突き抜けて下る、獣道にもならないルートを選んだ。子供の頃から遊んでいた場所だったし、霊を隠れて見てみたかったから。時計を見てみると、1時20分前。ちょっと早く来すぎちゃったかな、と、あたりをよく見てみると、階段を登ってきたら着く場所の陰に、人影がある。俺もついに、幽霊と遭遇か？と、よーく見てみると、凶器を持って隠れていた、A がいた。